どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しいドリッパーのご紹介でございます。はい、じゃじゃん。台湾発祥のコーヒードリッパーとして有名な、クレバーコーヒードリッパーでございます。これいただき物なんですけど、まあすごく有名ですよね。クレバーコーヒードリッパー、ペーパードリッパーと、フレンチプレスのいいとこ取りをしたような、なんていうか再現性が高くて、ドリップの難易度も低くて、言ったらまあ初心者でも簡単に入れられる、まあすごく難易度の低いドリッパーとして有名ですね。はい、というわけで今日はね、こちらのクレバーコーヒードリッパーを、実際に使ってレビューしていきたいと思います。はい、それでは開けてきますね。よいしょ。お、結構でかい。あ、これが蓋かな？はい、入ってたのはこんな感じ。まあクレバードリッパー本体と、こちらに載せる蓋ですね。あとまあ説明書かな？えらい長いけど、まずろ紙をセットします。まあペーパーですね。ペーパーをセットして、でコーヒーの粉入れて、沸騰後少し冷めたお湯96度をドリッパーに注ぎながら、コーヒーの粉を膨らませますと。あ、じゃあ結構高めのお湯で入れるんですね。まあずっと入れてるからってことか。で、お湯を必要量注いだら蓋をして3分から6分ほどお好みで待ちますと。結構なんか幅があるんですね。3分から6分。まあ6分までいかないかな。僕3分くらいにしようかな。で、時間が経ちましたらクレバーコーヒードリッパーをカップまたはサーバーに乗せますと。あ、これでもう落ちるわけですね。このコーヒーがもう、なんだろう、そういうギミックになっていて、これがね、もう乗せた瞬間に落ちるらしいですね。あー、面白い。まあ、ほんと簡単ですね。ペーパー乗せて、コーヒー粉入れて、お湯注いで、ドスッと。これで、まあ、コーヒードリップ完了なわけですよ。まあ、他にもね、この時点で気づいた点とか、いろいろありますけど、とりあえずはまあ、コーヒー入れていきたいと思います。はい、そしてこっから、サーバーとかカップに今乗せてしまうと、もうその時点でドリップが始まってしまうから、これをまあ要はこういうことですよね。このまま、ドリップすると、まあ、ほんと面白いですよね。一応まあお湯の量が分かるようにだけね、測りだけ置いときましょう。はい、お湯の温度は96度。はい、じゃあいきまーす。よいしょ。うおー、なんか変な感じあ、でもとりあえずここまでは普通のドリップと一緒なのか。あ、ただそう、さっきね言いかけたのが、ここでね、要は蒸らしをしなくてほぼほぼ OK ということなんじゃないかなとね。とりあえずネットの記事とかにも蒸らしはあんまりいらないって書いてあったんじゃね。まあ、若干なじませるくらいで、とりあえずこのままそいでいっちゃいます。で、ある程度崩れてしまうけど、もう結構ガンガンいっちゃっていいぞと。で、要はそんなに注ぐ速さとかは関係ないと。中に入ってるものは、ね、決まっちゃってるわけだから、こうやって必要量、まあ150を落としたいから、とりあえず粉に含まれる分も考えて180くらいとりあえず注いでみます。はい、こんな感じすごいね、これ見たことない状態になってるけど、うん、すげえ面白いじゃあとりあえずこのまま、3分はい待ちます。はい、というわけで、3分経過いたしました。じゃあこちらを、このカップにね、直接乗せてドリップをしてしまいましょう。まあこっからがね、要はまあドリップですからね落とすわけですから、まあ面白いよね。じゃあいきます。せーの、よっ、ほいっと。おー、あ、一気に落ちたの分かりました今。はい、今ねガンガン、あ、あー落ちてますね、落ちてますね。はい、こんな感じ。結構落ちるの早いね。うん。ガン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 落ちてきますね。これがドリップか。もう新しいっすよね。はい。じゃあ、とりあえず、こちら回収して、ほい。よいしょっと。はい。というわけで、こちら、クレバーコーヒードリッパーで入れた初めての、ブラジルですね。入れ終わりました。見た目的にはまあ普通のコーヒーですね。まあペーパードリッパーだから、まあスッキリとした、仕上がりで、まあクリアな感じですね。油分はあんまり落ちてないと。はい、じゃあいただきます。うん、うん、うん、あー、はい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 、やっぱね普通のペーパードリップと、
味が変わりました。要は温度が高いから苦味がね結構抽出されてる、うん、結構強調された苦味の強いコーヒーになってますね。でまあ蓋もしてしっかり蒸らしてあるからまあしっかり濃いねコーヒーが抽出できるんだろうなとは思いました。うん、まあ温度を変えればまた違った味わいが出るんだろうし、まあ味わいとしては僕は結構好きですね。な要は溜めて蒸らして落としているだけなので、温度とかまあ豆の量とかある程度守ってしまえば、まあ毎回美味しい安定したコーヒーが飲めるっていうまあことですね。うん、これすごくねまあ面白いと思いました。まあドリッパーのね常識を覆すっていうか、まあ今まで本当にこれに触れたことがなかったんで、今回初めて見たんですけど、うん、すごく面白いなと思いました。まさに再現性を追求し尽くしたドリッパーって感じですね。で、あと仕組み上、あんまり蒸らしをしないっていうのもね、すごいびっくりしましたよね。だから蒸らしっていうのは、要はドリップするときに、まあ、多すぎる炭酸ガス、余分な炭酸ガスを、ある程度最初に放出してしまって、ドリップを安定しやすくする。んで、まあ、それである程度膨らませることによって、この粉と粉の間に、なんていうか隙間を作って、まあ全体に、お湯が触れるようにすると。それで安定したドリップができるという、まあ僕はイメージなんですけど、うん。これはね、本当にまあ、ドリッパーとフレンチプレスの中間を言ってますよね。すごく本当に面白いドリッパーだなと思いました。まあまた今後ね、生放送とかいろんなところで、これ、温度とかいろいろ変えてみて、また再現性とかいろいろ試してみてね、追求していきたいと思います。いや、本当面白かった。うん。コーヒーも、うん。なかなか美味しいし。はい。というわけで今日のカズマックスのコーヒーチャンネルでございました。ぜひね、皆さんもこちら、クレバーコーヒードリッパー、ぜひご興味がある方は試してみてください。まあ、特にあんまり朝時間がない人とかね、すごくおすすめですよ。だって、お湯をもう注いで、ほっといて、あと落とすだけだから、すごく簡単だし、手間暇時間かからないし、うん、手軽さの面で言ったらすごく、ほんと、上位のドリッパーだと思いました。だから逆に変化がつきやすいドリッパー、塩水型とかで、まあ、自分の腕の変化を見たいとか、あとは入れ分けをしたいとかね、いう方には、まあ、ちょっと物足りないドリッパーかなと思います。まあ、この辺は、まあ、見方によりますし、使用用途によるから、まあ、ここは一概には言えないですけど、ほんと、ドリッパーってね、こんだけそう、こんだけね、いろいろあるから面白いんですよ。はい。というわけで、ぜひね、皆さんもこちら、もしよかったら試してみてください。はい。というわけで、今日もご視聴いただきありがとうございます。また次回、お会いしましょう。じゃあね。